トバルタン、こんにちは。クロアチア旅行に行ったら、クロアチアの家庭で定番の家庭料理も気になりませんか？今回はクロアチア定番グルメパート4、クロアチアの家庭料理についてご紹介します。クロアチアの定番家庭料理は、地元の人に人気のカジュアルな食堂やクロアチア伝統料理レストランでも食べられます。今回ご紹介するのは、肉詰めパプリカ、プリナパプリカ、ロールキャベツ、サルマ、ミートボールのトマトソース煮込み、ゆで肉、もつ料理、蜂の巣のトマトソース煮込み、乾燥タラ料理、バカラルの6つです。クロアチアの夏の定番家庭料理といえば、肉詰めパプリカ、プリナパプリカ。お米の入ったひき肉を大ぶりの黄緑色のパプリカに詰めて煮込んだ優しい味わいのお料理です。マッシュポテトが定番の付け合わせで、パプリカが取れる夏季限定です。プリナパプリカの冬バージョン、冬の代表的な家庭料理といえばサルマです。基本ロールキャベツなのですが、巻いているキャベツがドイツなどで食べられている発酵した酸味のあるキャベツの漬物、ザワークラウトです。お肉の中に米も入っているのが特徴です。ザワークラウトが冬の保存食であるため、冬季限定です。続いてご紹介するのは、肉団子ミートボールのトマトソース煮込み。サルマ、肉詰めパプリカのキャベツやパプリカなしのバージョンで、子どもたちが大好きな家庭料理の定番です。内陸部ではチュフテ、海岸部ではポルペッテと呼び、名前が違います。季節を問わず、クロアチアの家庭でよく食べられるのが、牛肉やラム肉のゆで肉。海岸部ではレショ、内陸部ではクハノメソと呼ばれます。骨付き肉の塊を玉ねぎや人参、セロリなどの香味野菜やハーブ、調味料とともに長時間かけて煮込みます。煮込んだ後のブイヨンは前菜のスープ、お肉はメイン料理のゆで肉として食べるパターンが多いようです。ダルマチア地方では、このクリアスープに小さなスープ用のパスタを入れて、ゆで肉にはトマトソースを添えて食べます。内陸部ではパスタの他に、グリースと呼ばれるセモリナ粉のお団子ノクリッツェを入れたりするほか、ゆで肉には西洋わさびフレンをつけるのがお決まりです。長期旅行から家に帰ってくると、クロアチア人が一番楽しみなのが、お母さんが作ってくれたこのレショという人も多く、まさに家庭料理の代表です。クロアチアの定番家庭料理5つ目は、蜂の巣のトマト煮込みシチュー。イタリアのトリッパと同じ料理です。沿岸部ではトリピツェ、内陸部ではフィレキと呼ばれます。もつ料理ならではの独特の癖がありますが、好きな日本人の方も多いです。お手軽な庶民の味で、カジュアルな食堂で食べられます。トリピツェのようなもつ料理は、クロアチアではゲテモノ扱いの食べ物なため、若い女性が食べる料理ではないと考えられているそうなので、デートの時はぜひご注意ください。ただおじさん受けはいいそうです。クロアチアの定番家庭料理その6、乾燥タラ、バカラル料理は、クロアチアのクリスマスイブやイースターの金曜日の定番です。レストランでもよくメニューに載っています。お店によってシチュータイプと煮物タイプのほか、パテ料理などがあります。いずれもジャガイモとの組み合わせですが、煮物タイプの場合、ガーリックとパセリが入ったオリーブオイルや絞ったレモン汁をかけていただきます。ダルマチア地方では、12月とイースター前の40日間、四旬節の金曜日はほぼ毎週バカラルを食べます。バカラルは地中海沿岸のカトリックの国の宗教的伝統食でもあり、地中海で獲れる新鮮な魚があるのに、わざわざノルウェー産の高価な乾物を食べる不思議な習慣です。カトリックの国クロアチアでは、金曜日には肉食を避け、魚介類を食べる習慣がまだ根強く残っています。このため魚市場は毎週金曜日が一番品揃えもよくにぎわいます。さらにレストランやカフェテリアの日替わりメニューも魚介類メニューになることが多いです。
一口にクロアチアの家庭料理といっても、この動画でご紹介したように実は地域差があります。2004年からアドリア海沿岸のダルマチア地方在住のユキコさんと、2003年からザグレブ在住のサチトでは、料理の名前だけでなく食習慣もいろいろ違っていてびっくりしました。例えば茹で肉とスープでご紹介したグリーズは、ユキコさんは聞いたことがなかったのですが、調べたところ、ウィーン在住の日本人の方がブログに書いていらっしゃったりして、改めてザグレブはオーストリア・ハンガリー帝国文化圏だったのだなぁと実感しました。クロアチア定番グルメパート4、いかがでしたでしょうか。地元の人の日常生活の一部になっているお手軽で気取らない料理も、クロアチア旅行中にお楽しみいただけるといいなと心より願っています。旅行に役立つ食材や料理法のクロアチア語については別動画のほか、ダウンロードして印刷できる単語集をウェブサイトにご用意します。またクロアチア定番グルメパート1や B 級グルメ編、アドリア海沿岸編、内陸部編も順次ご用意していきます。クロアチア旅ソムリエでは、大人のためのクロアチア旅行お役立ち情報をお届けしていきます。この動画がお気に召していただきましたら、チャンネル登録して応援していただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画までさようなら。フバーラ、ドビジェニャー。